はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ドルエのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、二次関詞ボニンジャーバンド、一文金公表、ゲラフトレンド進行中、ストキャスティックス、買い売りシグナルが点灯ということで、はい、二次関詞ベース、上根の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。二次間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線下落しております。二次間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中。二次間市ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということです。はい。二次間足一目均衡表です。形状から言いますと下落トレンドの形状です。 はい。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは129円の50レベル。129円の50レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは131円ちょうどレベル。131円ちょうどレベルと考えております。 はい、ドル円本日、ロンドン市場の予想レンジ、129円50レベルか131円ちょうどレベル、129円の50レベルか131円ちょうどレベルということです。ポイント、上値、ね、重い展開も、月末、期末の実需の回い並ぶということで、はい、ドル円ですね。はい、22日の FOMC を受けて、まあ、アメリカの利上げ停止観測がくすぶる中、 はい、本日、アジア時間なんですけども、ドル円は難聴な展開ということで、アメリカの2年金、20年金の低下を受けまして、ドル円は130円の05、7まで下落をしております。はい、ただですね、まあ、あの、月末、期末と、が近いということで、 まあ、実需のいも下に並んでいるというあの観測も高まっておりますので、まあ、それを突き抜けていくのであればある程度の勢いが必要なのかなという感じもします。さらにちょっと と,えー、とですね、欧州参入とともに、まあ、買い戻しもある程度あると思いますのでですね、まあ、お取引をされる際には十分ご注意くださいということです。はい、そんな中、チャート形状的に言いますと、2次関市、ボリンジャーバンド、一目金衡表、下落トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、ドル円本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。はい、ドル円本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。欧州参入時の まあ買い戻しには警戒ということです。お取引をされる際には十分ご注意ください。はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座解説をすると、通常の口座解説特典に二千円と新規取引一回一万通が十ロと以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典五千円と合わせて七千円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大三十万円。 えーっと、合わせて30万7千円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。